やったっす、ついに完成っすよ。何よ、うるさいわね。クララ嬉しそう。ねえねえクララ、完成って何が？Tシャツっす。 T シャツ？何それ？服の種類っすよ。簡単に着られて、かつシンプルな形ゆえに、いろんな模様を入れることができるんす。実は自分、T シャツのデザインが趣味なんすよね。変な笑い方。し、ラップ言っちゃダメ。これまでの冒険の中で、ちまちまと T シャツを探し続けて、ようやく5人分の T シャツが揃ったんす。で、その T シャツをクララオリジナルデザインにリメイクしたんすよ。何やら興味深い話が聞こえてきたわね。我抜きで楽しい話は禁止だぞ。ちょうどいいところに来たっす。実は T シャツがカクカクシカシカで。なるほど、1から100まで全て理解したわ。実に分かりやすかったぞ。え、それで分かるんだ。じゃーん、これがその T シャツっす。全部手書きの力作っすよ。魔王っぽさは足りんがな。クララすごい器用。それほどでもっすよ。デザインの良し悪しは私にはよくわからないけれど、芸術性もよくわからないわ。結局何もわからないってことっすね。まあ嫌そうじゃないのは良かったっす。シラさんはどうっすか？ガキっぽいデザインね。あはははひどいっすよ。これは自分たちが仲間である証なんすから。え、仲間？ほら、シラさん前に言ってたでしょ、思い出のものが欲しいって。そんなこともあったけど、よく覚えてたわね。シラさんが話してくれたことなんすから、忘れるわけないっすよ。何よ、そんなこと言われたら文句つけられないじゃない。そんなわけなんで、この T シャツをみんなで着てみてほしいっす。いいっすか？うん、よかろう。着る着る。ありがとう。確かにこういったシンプルな服装はしたことがなかったわね。何事も経験だわ。じゃあ早速みんなでお着替えっす。みんな着替え終わったっすか？って、あれ？なかなかの着心地ね。ちょっと大きいけど。ブカブカだ、釣り落ちちゃう、楽しい。ラップ気をつけなさいよ、あんまり動いたら脱げちゃうわよ。我は今最高に T シャツを着こなしておるじゃ。どうだ、似合っているだろう。ええ、普通ね。私も普通。着やすいという利点は魅力ね。寝巻きにしても良さそうだわ。問題は眠り姫ね。パツパツ？すみません、自分としたことがサイズを間違えちゃったみたいっす。大丈夫、僕気に入った。だってクララが作ってくれたから嬉しい。そうっすか。クララ、この T シャツサイズが大きすぎよ。ちゃんと大きさくらい考えなさいよね。それにデザインもガキっぽすぎるし。でも大事にしてあげるわ。
とう。それだけよ。シラさん、こっちこそ気に入ってもらえて嬉しいっす。これからもいい思い出をたくさん作っていきたいっすね。